いや、あ、見てる人おる？別に何もないけどキャスした。7時50分に家出ればいいから、まあ余裕あるよね。これ誰？俺のパソコンじゃないよね？俺のパソコンかな。わからねんな、そこが。俺のパソコンやったりすんねんね、この一人が。もうずっとってくれる、見てくれる人おるわと思ったら、俺のパソコンでしたみたいな。で、まあ荷上げが荷上げじゃないみたい。もうちょっと楽な現場やといいな。でも4時間で終わるとこらしいから楽やわ。よかった。こう2日続けて造作で、しかも俺はアホみたいに薬を飲みながらやってるから、死んでしまうところやったわ。まあ死なへんねんけどな。死なへんための薬でもあんねんけど、まあ薬がなくても死なへんねんけど、まあ関係ないってことですね。要するに薬は全く関係ないな。確かに全く関係ないわ。こんばんは、おはようございます。ひどいな、去っていくな、みんな。ぷい。なんだ、わとしらか。咳が止まらんわ。咳止めの飲みすぎで咳が止まりません。人生に電車で咳するのはばかられる。上って顔されるからね、咳したら。ってマジかよって顔される。はぁ、なんかいろんな曲作ったなと思うけど、みんなが楽しめるやつ作れたらいいな。あのね、今日作ったやつはね、まだあのまだじゃなくて、あの昨日一昨日よりもなんかポップな感じやと思うね。なんかあのいろんな層に楽しめるものになってるはずやと思うねんな。分からんけど、まあ頑張りますわ。この一人は誰や？俺のパソコン？俺のパソコンかな？ちゃうかな？わからん。誰かが聞いてくれてると思ってるからこんなに喋ってんのに、俺のパソコンやったらショックやわ。
そう今雨は降る、雨降る3日間体育だ、そうやって雨は降る、雨は降る、あなたを眠らすため。雨降る月、僕の故郷。空の上から点々の人々に、今朝も朝の鳥が鳴く。うん、うん、もう WATO だ。 WATO に決まってんじゃん。僕以外いないよ、僕以外いないよ。ちょっとちらっと覗いて出ていくな。ずっと歌い続けるべきか。傷ついてね、みんなは眠れる赤ちゃん。カリズマいそうだね。雨が降る寝ずの晩。何やったっけ、忘れた。魔女か、何やったっけな。寝る子をさらう魔女か、なんかそんな話やってた。このキャスは僕一人で運営してるわけじゃないんですよ。僕は多重人格なんで、毎日違う人がキャスやってると思ってください。今日のワトシンラはめちゃくちゃに適当でおバカでしたね。まあおバカは毎日かもしれんが、なんかちゃうんか、もうちょい丁寧な日もあると思うねん。今日なないかな、なかったらすいません。ここが僕の家です。めちゃくちゃに狭いです。誰が来てくれんかな、ここに。この隣に来てくれたらやねんけど、うん、誰かって言っても誰でもいいわけじゃないな。おっちゃんやと書いたら嫌やな。可愛い女の子か男の子がいいな。うん、50歳までの男女なら。え、それっておっちゃんも含まれるな。まあでも可愛ければいいか、おっちゃんでも。可愛ければ誰でもいいから隣に来てほしいわ。そんでなんか寝てほしい、普通に。隣で誰か息してるだけで安心するよ。まあ薬さえ飲めば。そこの室外機が呼吸をしてるから安心できるんだけど、なかなか物体に生命を感じるほど
の想像力が持てないね普段。このハガキが生きていると意識があると思えないよ。輪廻転生はこう死んだ瞬間その その周りのものに取り付いていくというようなことも考えてたですね。面白いな。一人で寂しいです。もう一回打ったろ。一人で寂しいです。もう一回打ったろ。何が面白いかというと、この意識が生命の現象でしかないということです。工場から商品が生産されるのと同じことだということです。そんなちんけんな話ではないか。なんて書くんやったっけ。死にたいですって書いた方が人が集まるな。死にたいです。髪の毛切らないといけないね。こんなアフロヘアじゃどこに行っても品種買うわ。あんたなんかアフロが来たって言って消防車呼べとか言って、ウィーカンカンカンとか言っても大変なことになるわ。またまぶたの裏に現場が見えるわ。これが普通じゃないのかな。頭で考えてることをここに映像化しとけばいいじゃん、いつでも。このように今は何かのトーナメント表がこう、その文字もなんかひらがなもカタカナも入り混じったような文字が、うわーでかーい構図、こうカメラがこう後ろに行くような感じになってる。でっけー、でかすぎ。んでまた下がっていくね。なんかカメラがなんかこう必ずこうやってこう引いてでこうやって降りていくね。なぜかいつもこの感じやんな。まあ人によるんでしょうが、そんなことは所詮幻覚なんで。すごいね、人間の脳みそはこう実際に見たものを全部覚えてるよね。この映像として CG として、コンピューターで CG 作るのより簡単に脳みそがペッペッて作っちゃうよね、まぶたの裏に。ロングスパンが見える。ここにエレベーター見えてる。いなくなった今二人おったのに、いたぞ。
介護やってた頃は車椅子が見えてたな。何もかも変わっていくね。めっちゃ死にたそう。死にたいです。めっちゃ死にたそうや。もう3日で死ぬ顔してるわ。翼のある鳥は翼があって飛んでいく。あんなとこまでピアピピア口笛吹いてるわ。翼があって飛んでいく。翼があって飛んでいく。あんなとこまでピアピピア口笛吹いてんの。鳥が飛ぶ、鳥が鳴く、鳥が鳴く、鳥が飛ぶ。あの空だってつかめる、この海だって奥のまま。ひらりひらりと舞い遊ぶように姿見せたい波長。夏の夜の真ん中突き出した喜びの音色。憂いを込めたブルーに世の果てに似ている漆黒の羽。タンタタタンタタ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 。詩人がたったひとひらのことの葉に込めた意味を不意に知るものはない。そう、それは共にできるならあなたに届けばいいと思う。もしそれが自曲ならなんてひどいストーリーだろう。進むことも戻ることもできずに、ただ一人二人に立っているだけなのだから、あなたが望むのならこの身などいつでも差し出していい。降り注ぐ日の頃盾になろう。ただそこに一人きりの子と僕の思いを救い上げて心の隅に置いて。荒野に咲いた愛波長をゆらりそぶ景色の向こう。近づくことはできないオアシス。冷たい水をください。できたら愛してください。僕の肩で羽を休めておくれ。合ってるかな。すごい太古の記憶呼び起こしたぞ今。めちゃくちゃ古い記憶呼び起こしたな。合ってた。アゲハチョウ、この曲小学生の頃から大好きですよ。リリースした時から。父親が聞いてたね。
人誰、3人誰、サバおはようございます、おはようございます、サバさん、すごい、すごくはないけど別に誰ですか、おはようございます、あ、サバ猫さんや、やったありがとうございます。ここに死にたいですって書いてますけど、別に死にたくないです。書いたら人が来るかなと思って適当に書いたんです。嘘なの？嘘ですよ、うん、死にたい時はありますが、まあ僕は自分なりの対策をして、もう今は全く死にたくも生きたくも何にもしたくないでね、ただもう一人が寂しいっていう、それだけですね。寂しいわ、しかも眠くないんですよ、7時から現場やのに、7時50分に家出なあのに、眠くならへんねん、やばいやん、僕は何から何までやばいです。まず髪型がやばい、やばいやばい、おしっこ行きたくなってきた、キャス切らなあかんやん、でもそんなんしたらあれやで、孤独死してしまうわ、もう積んだな人生、積んでしまった、あかんわもう、ああどうすることもでき、水飲もうか、ああ僕はワトーシンラです、ワトーシンラって読みます、ワトーシンラ、音楽を作ったりキーボード弾いたりしてるんで、まあよかったら覗いてみてね、ありがとうサバさん、ありがとうございます、めっちゃくちゃおしっこしたいな、どうしよう、やっぱりせんとくわ、頑張ります、しないようにするわ、漏れちゃう、うん、やばいです、3名って呼ぶのおかしくない？3人、おはようございます、朝早いですね、おやすみなさい、またね、ありがとうございますこのキャスはあれですよ、何にもしないです、っていうかおしっこ行きたいからもう切りますわ、とりあえず後でまたやります、すぐやります、めっちゃおしっこ行きたいけどどうしよう、積んだな、配信やめたらあかんしな、配信やめたらあれや、もう寂しすぎて死んでしまうかもしれん、誰かが見ててくれないと
ね、誰かが見ててくれないと寂しすぎて死ぬかもしれんわ。まあそんなこんなで明日も現場頑張りますわ。ありがとうございます。終わるよ。